県庁アナウンサーの中村ゆりです。かのちゃん TV 木曜日は教えて黒岩さんです。知事よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はラグビーワールドカップのお客さんを神奈川の伝統文化でおもてなしの話題です。県ではラグビーワールドカップの開催に合わせて10月27日日曜日の10時からと14時からの2回県庁前の日本大通りでやぶさめを開催しますね。そうなんですね。この10月26日と27日ね、準決勝がね、この横浜で行われますけどね、11月2日には決勝戦がいよいよ行われますね。まあ、世界中からね、お客様が集まっててね、最も注目される試合が行われる。それに合わせてですね、実は神奈川の魅力をアピールするために、この日本古来の伝統文化であるやぶさめといったものをですね、県庁の前で行うんですね。日本大通り、これやぶさめってのはもうご承知の通りね、この疾走する馬上からですね、この的を射るというね、これは神様を祀る行事、いわゆる神事なんですね。でこれは初めにですね、こういう天朝地球の儀という、まあ、儀式があるんですけども、天下太平五穀豊穣万民息災といったものをですね、願う儀式などがあるんですね。まあ、こういったその神奈川には侍文化を育てたこの鎌倉がありますからね、そうした侍文化の一部を知ってもらうために、このやぶさめをですね、県庁の前で実施するということにしたわけですね。ですね、やぶさめは海外の方にも人気がありますよね。うん、オバマ前大統領も来日した際に強く鑑賞を希望されたと言われています。うん、また東京2020オリンピック競技大会の記念貨幣のデザインにも採用されていますよね。そうですね。ですからね、この県庁前の、ね、日本踊りでやぶさめやるときにはね、まあ、外国人の方向けにですね、英語での実況放送も行いますからね。ところで場所は日本大通りということなんですけれども、道路って馬は走れるのでしょうか？これね、アスファルトでしょ。はい、アスファルトの上をね、馬がバーッと疾走するってこれやっぱり難しいんですよ ね。そのためになんとですね、ここずっと130メートルにわたってね、その砂を撒くんですよ。砂を撒いてちゃんと馬場っていうものをね、日本大通りの上に作っちゃうんですよ。すごいですね。そうでしょ、はい、ね、これでね、関東この主要公道でのやぶさめというのはね、うん、初めてのことになりますよ。そうなんです ね。それとともにね、ちょっとこれ見てください。はい、私がですね、この行事全体を司るこの総務業、この総務業の役をね、やるんですよ。なるほど、知事も総務業として参加されるんですね。そうですね、まあ、ラグビーだけではなくてね、日本神奈川の文化の魅力、皆さんに触れていただきたいと思ってですね、みんなで盛り上げていきたいと思っています。はい、本庁庁舎前を駆け抜けるやぶさめ、楽しみですね。はい、詳しくは県のホームページをご覧いただき、やぶさめで検索してください。知事ありがとうございました。はい、ありがとうございました。